こんにちは、藤井隆です。今日も前回に続いて今年の春夏シーズンに買ってよかったもの10選中のうち、5選、今回は T シャツとかね、カットソーポロシャツ、ニットと、あと靴のお話をさせていただきたいと思います。早速始めたいと思います。まず最初、はい、こちら、こちらは日本のブランドサイベーシック の今季出たベージュにライトブラウンかなの、ボーダー T シャツになります。生地が非常にしっかりしてて、ラグビージャージのようなね、非常にしっかりした生地、私の大好きなセントジェームスにも似たようなね、しっかりした生地を使った T シャツになります。裾の方に、ね、サイのマークがついております。こちらでサイズが38、要はまあミディアムサイズですかね。通常 のサイの38とかに比べると割とこうゆったりしてるものなので、通常のフィットのものだと私結構最近40っていうものを購入するのが多いんですけど、こちらはね、もともとちょっとオーバーサイズっぽい作りになってるので38を購入しました。ベージュとブラウンで非常に綺麗な色で、なかなかねこの色の感じもないと思いますし、あとはこのボーダーのピッチの具合とかね、その辺も非常に気に入って、あとはこう生地感ですね、生地も非常にしっかりしたね、がっしりした生地なので、本当にこう長い期間着れると思うので、買ってよかったなと思うものになります。続きまして、はい、こちらも古着ではございません、こちらも新品で購入した、ニットポロですね。こちらは日本のスローンというねブランドになります。初めて購入したブランドなんですけれども、襟がねちょっとこう特徴がありまして、2つボタンがついてるんですけど、単純にこう同じ位置にこうボタンが2つついてたりとかっていうものじゃなくて、ちょっとこう横にずれてこういうボタンをつけるね持ち出しがついてる、非常に凝った襟のものになります。襟のねデザインと、まあ、あとはこうベーシックなね、もうダークネイビーなんですけども、色とまあ気に入って購入したんですけども、細かく作られてるところがございまして、私が着て気に入ったのはこの裾のリブの部分、これがね本当に絶妙な伸縮具合で、出してきてもタックインしてね着たような感じに見えるので、結構ねこれ身幅に対してシャーリング効かせてるというか寄せてるんですね。なのでこれがねこう出してきた時とかもこういい具合にこうパッてこうリブが隠れて見えるので、タックインしてね着たような感じに見えて、着て気づいて気に入ったポイントなんですけども、ちょっと他例えばジョンスメとかそういうものではねないねディテールだなと思って買って、非常に気に入ったポイントになります。初めて買ったブランドだったんですけども、日本のスローンというブランドなんですが、おすすめできるブランドです。素材も非常にコットン100なんですけど、ドライな去年のね糸使ってシャリッとしてるので、着やすくて重宝しております。続きまして、定番中の定番、ラコステ L1212、 こちらのものになります。まあ、ちょっと一応色ね3種出してるんですけども、もともと L1212 に持ってるんですが、だいたいサイズが持ってるタイプが3で、この春夏ビッグサイズの、ね、L1212 を探して、まあ、結構あるんですね市場には。で、一番大きいものでサイズ8かな、こちらですね、一番大きいもの、めちゃくちゃでかいんですけど、オーバーサイズの L1212 を今年は結構買いました。持ってないサイズですね、これが多分6、7、ちょっとこれはねサイズ表記消えちゃってるんですけども、6とか7ぐらいだと思います。まあいわゆる自分のサイズで、いわゆる本当のオーバーサイズっていうと5以上になるので、だいたい6、7、8あたりのものをね探して、購入しました。ラルフローレンのポロシャツとか、あとアイゾットのポロシャツとか、ラコステのねアイゾットですね、着るんですけど、なんかやっぱりこの L1212 って形がこうネックの感じとか、ラウンドした感じとか、襟の大きさとか、一番絶妙なポロシャツってやっぱりこれになるんじゃないかなって個人的には思っております。最近こういうオーバーサイズのラコステ着るときは、割とこう一番上のボタンをピタッて閉めるんですけど、閉めた時のこのなんて開いた感じとか、まあ大きいサイズだからちょっと当然ゆとりはあるんですけども、襟の感じとかがねやっぱ一番いいです。ちょっと大きいサイズの XL とか L のラルフローレンのポロとか、ラコステアイゾットとかもね買ったんですけど、やっぱね一番やっぱ L1212 のオーバーサイズがしっくりきて、当然これ大きいんで着るときは
タックインして着る機会が多いんですけど、あの US アーミーのチノとかね、そういうのに合わせてしたりして、まあ、ショートパンツにも合わせるんですけど、ショーツ履くときもちゃんとタックインしてね履くようにしております。今年マイブームがあのオーバーサイズのラコステの L1212 になります。以上が、カットソーポロシャツ、ポロニットですね、3つほどご紹介しました。続いて靴ですね、2色購入しました。同時にコンバースのチャックテーラー CT70 になります。こちらは日本では正規で販売されてないものなので、カナダのファッション EC サイトエッセンスで購入したものになります。去年エッセンスでこちら の同じ CT70 ハイカットの黒を購入して、久しぶりにコンバースを履く機会が増えましてっていうぐらい、この CT70 っていうスニーカー私気に入ってまして、本当1万円ちょっととかね、1万円前後で買えるスニーカーで、これほど完成度高いスニーカーって他のブランド探してもないんじゃないかなって思うぐらい、どちらかっていうとこういうバルカナイズ製法のスニーカーっていうことだと、もうずっとねここ何年間もうバンズしか履いてなかったんですけど、久しぶりにあのコンバース熱が復活して、その中でもやっぱりこのクテーラー CT70が気に入っております。もう本当に普通のオールスターともう全然違います。履き心地がまずめちゃくちゃいい。あとはやっぱトゥーがね小さく細くね見える感じ、あとこの黒の、ね、ヒールパッチとか、まあキャンバスがねしっかりしてるとか、ここのねサイドステッチちゃんとねサイドの補強が入ってるとか、コットンのねこの紐とかも言い出したら切れないのと、ソールがちょっと厚いとかね、そういうのも本当にいろいろあるんですが、もうこれはね本当におすすめしたいスニーカーなので、ぜひ皆さんねチェックしてみてください。日本では正規販売ができないものなんですが、海外の EC サイトとかではよく出てくるのと、あとはまあ一部ね日本でも並行輸入で販売されてるお店もあるかと思うんですけども、私はカナダのエッセンスっていう EC サイトで購入してるので、ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。最後こちらのグッチのビットローファー、こちらは中古で購入したものです。まあ、いわゆるオールドグッチと言われるものですね。ブラックスウェードにマットゴールドのビットがついております。今年買ったものの中で一番買ってよかったなって、一番嬉しかったものですね。本当に現代的なグッチのビットローファーも持ってるんですけど、こういわゆるオールドグッチ、本当に黒のカーフしか今発売してないかと思うんですけども、黒のスウェードっていうのをずっと探しておりまして、なかなかねサイズとか程度のいいものとかなかなか出会えてなかったんですけど、これはねヤフオクで探したんですけど、やっとねあ良さそうだなっていうものが出たので購入しました。で本当にね思ってた以上に程度も良くて、びっくりするぐらい綺麗で、これ本当にラッキーだったなと思うんですが、まあ買ってねすぐね、いつも靴のメンテナンスしてる千賀さんで靴のクリーニングして、ハーフラバーとヴィンテージシールを取り付けてもらって履いてるんですが、本当に気に入っております。履き心地がねまずねやっぱ現代のグッチのビットローファーとなんか違うんですよね。足当たり足なじみが非常にソフト、これアッパーがスウェードでちょっと柔らかいからかなって最初思ってたんですけど、確実に足のこう裏でこう履いた感じが非常にソフトで、めちゃくちゃね履き心地がいいんですね。現代のグッチのビットローファーとも履き比べたんですけど、確実にねこのオールドグッチの方が履きやすいと思いました。あとヒールがね少し高いんですよね、 2-3mm。 これはね買ってこう比べて気づいたんですけど、ヒールがちょっと高いのがオールドグッチの特徴だと思います。これもねバランスが非常にいいので、こちらのオールドグッチは本当に買ってよかったです。でこれのスウェードのいわゆるブラウン、できれば明るい金茶みたいなねブラウンもあるんですけど、それも探してるんですけど、ブラウンになるとねよりハードルが高くて、まずそもそもの個数が少ないのと、やっぱこう汚れがね目立っちゃうので、使用感が多いものはたまに出てくるんですけども、本当に程度の綺麗なねブラウンのスウェードのビットローファーってなかなか出てこないんですけどね、これもね引き続きいいのがあれば購入したいと思ってるんですけど、これは本当に買ってよかったものになります。今新品で買えないんで、中古で探すしかないんですけども、ご興味ある方はねぜひ探してみてください。ということで、この春夏私が買ってよかったもの10選ということで、ご紹介させていただきました。
まあ、最近の傾向だと、まあ、ちょっとこう新品のものより古着が多くなってきてるんですけども、決して古着しか買わないとか、そういう年代の古いものしか興味がないとかっていうことではなく、まあ、たまたま今の気分がそういった感じになっておりまして、まあ、ミリタリーものとかベーシックなものとか、アメカジにまたちょっと自分もね気分が原点回帰してるというか、まあ、そういうのもあるんですが、またね秋冬同じように買ってよかったものをお話しできれば、なんか買えばまたお話ししたいと思います。最近本当に物を買う機会が非常に減ったので、本当に好きか、本当に長く使うか、本当に気に入ったものかっていうのを自問自答しながらね買うようにしてるので、秋冬もねそんなに買わないとは思うんですけど、まあ10選選べられればまたね動画の方でご紹介させていただきたいと思います。ということでね、この話が面白かったっていう方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。